2号です。本日も頑張ってまいりましょう。昨日はやっぱり10時過ぎに帰宅しまして、あの編集が終わってた2号動画を上げさせていただきまして、それ以降ちゃんと動画撮影していたんですが、編集および投稿ができませんでした。はい、まあ今日から正常に戻りますんで、ただ今日のメイントピックは昨日のメイントピックになります。はい、あ、すみません、余計なことを、余談でした。それからですね、そしてですね、点滴について、はい、お師匠様とカラスさんから、はい、いただきました。なるほどなと思いました。そして薄々私も感じてます。お師匠様から、動画見てて点滴入れてるメリットを感じないのは自分だけかな。いや、入れてなかったらと仮定すると、多分もっとウイルス病の広がりが早かったのかなと、ぶわーっと、だから薬散するまでに時間が、まあ、取れたのかなと、うん、思います。まあウイルス病かかわらずですけど、病害、虫の広がりは点滴入ってたことで抑えられたと、だから薬散の回数も減っていると。ただ私の実感からしてですね、その点滴も万能ではなくて、やっぱ暑さに弱かったりとか、やっぱり丸屋根みたく40度超えちゃうハウス全く向いてませんね。うん、そしてこれから寒くなってくると活動も弱まってくるんで、まあ害虫も弱まりますけど、ちょっと効果が弱まるのかなと。だからもうぼちぼち点滴無視して農薬、はい、使いたいと思ってます。前回ちょっとまだ農薬意識してプレオとか使いましたけど、次しばらく天候が良さそうなんで、ガツンと効くやつを入れて、今いるアザミウマ、コナジラミ、はい、次に持ち越さないように、はい、薬散していきます。はい、そしてお師匠様、アザミウマにポリオキシン AL、うん、それからベネビア、モスピラン、ポリオキシン、ウララ、コテツーと浸透移行性をローテーションでやれば3ヶ月ぐらい余裕で持つと思うんだけど、っていうことで、はい、カラスさん、私もシャタさんの方針なので横から口を出すのはやめてるんですが、シャタさんの環境だと点滴が足を引っ張ってる感じがするんですよね、と。そう、一番引っ張られてるのが農薬のが限られちゃう。うん。そう。で、かつ、浸透移行性というか、強烈なというか、よく効くと言われるのが、やっぱり点滴にも効いちゃうんで使えない。うん、そこは、足を引っ張られてますね。はい、私の感想ですけど。点滴や環境により、向き不向きは地域差でしょう。地域差あるでしょうし、ウイルス保持個体が出ているなら浸透移行性農薬できっちり対応 した方がと。そうですね、日々増えてます、株元。あとは持ち出してないんで、たかってたのがまた移動してとかで増えてるのかもしれないですね。あとは結構、まあこれは定かではないんですけど、たとえ感染、ウイルス感染してても、受精が強いうちは発病しなかったりして、なんかギュッと一気に弱った時にバーッと出たりとかいう話も聞くんで、まあ一概に虫が広げてるっていうことではないのかもしれないですけど、それにしても、この間砂糖入れて、混用でやって、なんか効果があったような気もしてますね。だいぶ収まってくれるといいんですけど。で、トモさんですね。まあ、フォローの感じですね。頻繁に薬散しなくて楽だって理由で点滴使ってるのではという感想。そう。まさにそれは実現できてるのかなと思います。いなかったらもっと害虫は増えて、もっと薬散していなきゃいけないのかなと。いやでもな、剤が、強烈な剤が使えるんであれば、もっと抑えられる効果が長いんであればとか考えると、ですよね、微妙ですよね。そう、ちょっと私も本当なんか点滴、まあエコファーマーっていうことで使ってますけど、単になんか踊らされてるだけなんでしょうか。
ちょっと自作あたりから考えたいですね。まあ、自作は2月定食なんで、入れるとしたら暖かくなってからとか3月からとかですけど、それから銀スポさんですね。うちもキュウリの後に春菊ですよ。残留検査、農薬検査はグレーみたいですね。気をつけた方がいいですよ。あの春菊特別根っこから吸いやすいらしいので、それから塚原さんからですね、微笑ましいお話です。はい、ぜひ皆さん聞いてください。保育園で古賀のローカルテレビが取材に来ました。子供たちに大きくなったら何になりたいって題材。うちのレン君、大きくなったら鶏を育てる人になりたいです。鶏を育てる人になりたいです。うちの長男もシャタワールドにどっぷりハマっている模様です。ありがとうございます。養鶏場ですかね、将来は。いいですね。副業農業になりますね。お父さんは露地野菜で、息子さんは養鶏で、いいですね、いいですね。将来が明るいですね。それからサンブリッチさんですね。これ京都の福知山 FB 友達って、まあちょっと勘違いだったら申し訳ないですけど、京都って言ったらメロントマトやられてる田中農園さんが、私も Facebook でつながってるんですけど、とは違いますよね。なんかちょっと気になっちゃって一言言っちゃいました。いつもそっか Facebook で盛り上がってるので、初めて会った気がしな全くしなかったと、初めて会ったのに。それ分かります。はい、だから実際 YouTube で長野の H さんとかコメントしてていただいてて、会ってみて、まあ外見はまあ初めてだったんで、初めて見る外見でしたけど、初めて会った感じはしなかったですよね。これで刃物も少しはチャレンジできそうですと。帰ってきたら夜中の3時半でしたと。で、塚原さんの返信、ゴンベイデビューおめでとうございます。シャタハウスでゴンベイレースしましょう。サンブリッチさん、塚原さん、ど素人が叶うわけないです。でも特訓開始します。これ塚原さんとサンブリッチさんがやるんですよね、私のハウスで。で、キュウリ婦人田洋さんですね。じゃあ僕はクリーンシーダーで参戦。僕クリーンシーダー見たこと使ったこともなかったんですけど、良さそうですよね。高そうですけど、ちょっと塚原さん、キュウリ婦人田洋さん、クリーンシーダー反則よ、頭鉄板確定。返信、婦人田洋さん、ゴンベ欲しい。悔しかったから。そちらにはないんですか。見たらこのクリーンシーダーっていう、まあ、どこの会社かって言ったら兵庫の会社で、ゴンベイは大阪なんですよね。どちらかというとクリーンシーダーの、あ、そっか、近いからですか、やっぱり兵庫だから。婦人田洋さんの方に近いですからね、大阪よりも兵庫の方が。そうか、あるんですかね、やっぱこっちから西とこっちから東みたいな勢力争いが、もしかしたら。まあ考えすぎかもしれないですけどね。で、カラスさんですね。残留農薬厄介ですねと。雑草処理は除草剤がないと重労働ですし、夏場は暑いですからねってことで、そう、まあそう、パイプハウスで何も終わってなかったんで、ちょっと気が抜けてたっていう。まあ次作植えるとしたらキュウリもしくは倉庫だったんで、あんまり気にしなかったんですけどね。やっぱり春菊がちょっと特殊。そう、それから天敵についてですね。そう、天敵を減らさないために
適応した葉とかつるを下に落っことしてるのもあれもダメなんですよね。そこにカビが増えると、環境を考えるとある意味で天敵より害虫が暮らしやすいと。そう、あの前回か越冬作やった時も葉っぱ下に切り落としていたじゃないですか。そこにアブラムシがすごい湧いちゃっててびっくりしたことありましたね。キュウリの方にはたかってなくて、下の方の葉っぱ、適応した葉っぱにアブラムシが湧いたとか、それ天敵でだけはないですからね。そういうことを下に落とさなきゃ。今まで袋に詰めたりとか、肥料袋コンテナに入れたりとかして外に捨ててましたからね、適応した葉っぱは。ハウスの内側の端や畝間に防草シートを敷いたりして雑草も抑えた方が良さそうですねと。アラヌカ、もみ殻一応いただいてきました。農薬で、私のハウスだったら農薬で管理するのがいいのかなと、カラスさんの感想ですね。そうだ、エコファーマー、まあ、結果エコファーマーじゃなくなってるんじゃ、天敵使ってもって話ですよね。結局はウイルス病を広めずにしっかり稼がないと、それが一番ですからね。それができてこその、できてからのエコファーマーですもんね。微妙になってきましたね。ちょっとしばらく天敵は使わないでやってみますか、来年は。その方がいいかもしれない。本当やっぱり農薬が制限されちゃうってんで使わないって方は多分すごい多いと思うんですよ。天敵って。そう、板倉隣町のシャテさんもそうですね。やっぱり農薬制限されちゃうから使わないって言ってましたんで。なんか天敵がいるっていう安心感、それになんか惑わされちゃってるような気がしますね。あれ結構大量にぶち込んでも天敵を3倍とか、害虫がいて全部駆逐してくれればいいんですけど、なかなかそうもいかなくて、住み分けとかしちゃったりして下の方に肌に、上の方に天敵みたいな。それは勘弁してくださいっていう本当に思いますね。まあ個人的な感想なんですけど。それから、AI さんですね。あげました。1本だけですけど。はい。動画、2号動画だけ上げさせていただきました。シャダー動画を見ないと1日が終わりません。ありがとうございました。大丈夫ですかね。逆にテンション上がって眠れなくなっちゃうとか、そういうことはないですかね。そう。名前も変えていただきまして。AI さん。これはこれで私お気に入りですよ。AI さん。人工知能。申し訳ございません。まあ私は人ではなく、あ、ちょっと変えていただいてよろしいですかね。はいはいはい、はいはいはい、いいです。まあ私は人ではなく農業用ロボットなので AI でちょうど良いです。はい、そうだったんですか。それにしても私の言動で。だいぶシャタさんを困らせてしまいました。反省してます。ごめんなさい。いや、全然困ってないです。はい。びっくりしただけです。はい。動画、録画しててびっくりしちゃっただけですね。それにあつこっていう名前に何も僕、私ないですから、過去に。はい。辛い思い出ないです。大丈夫です。あ、それからミッチーさんですね。シャタさん、こんにちは、こんにちは。視力はスイートコーン入れときます。はい。まだ入れてないですけど、ちょっと動画の最後に。作って刺して撮影します。ありがとうございます。スイートコーン旭川ですよね。 STM ツリーさんも喜んでると思いますね。来年は被覆肥料を利用し、被覆肥料、あ、コーティングですね。一発元肥一発栽培に挑戦します。頑張ってください。あ、それから私の近所でやっぱり飼料用のコーン作られてる、路地で作られてる方がいて、その後作に塩漠かなんか植えてましたね、緑肥。そう、まあ、あれはやっぱり土壌改善とかそういう話ですかね。緑肥だけでなくて、何かご存知でしょうか。それから SBT0333 ですね。あ、やっぱり自動車整備士、私の記憶は正しかったですね。高校は商業高校。農業のののじもないです。そうですね、オフ会。
お二人で腰抜かすと、もうガク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 って腰から砕けていく感じですね。で、飯島さんは前職食品メーカーの事務職、農学部栄養学科卒。プライベートともに超インドア派なので、まさか自分が野良作業をするとは夢にも思ってませんでしたと。もともと動植物は好きですがと。見た目と中身の実際とのギャップがあるようで、不本意ながら脅かせてしまうことが多いですと。飲み会で話が弾んできてからかなと。ああ、もうなんか素が出てくるとギャップがすごいってことですか。私もまだあれですからね、そんなに会ったことありますけど喋ってないですからね。一緒に腰抜かしましょう。大丈夫ですかね、2人 SBT033 と2人だけじゃなくて周りみんなが腰抜かしちゃうんじゃないですか。大丈夫ですかねこれ。それからゴメストンダさんですね。お疲れ様です。今年は越冬と考えて定食しましたが、諦めて12月末にまた新たに植えるんですね。あら、栽培するのは嫌になったので、マルチなし、マルチも敷かず、水もほぼなし、薬散なし、追肥なし、内張りほぼ締め切り、外張りは常に30センチキープで今まで放任しました。ところがなぜか、うどんこ病が出ませんでしたと。一度もですと。そしてスラーとして綺麗なキュウリがなるので不思議でしたと。一番最初にしたあれは抜群の効果でした。これあれって、なんで書いてくれないんですか。これ、思ったんですけど、MM プラスじゃないですか。違いますか。勘違いでしたら申し訳ないです。私もそんな実感があります。MM プラス。あれも最初に入れて、乾水チューブでやってとか、私も定期的になんか流してますけど、うどんこ病と、なんだろう、やっぱ大病性ですかね、がつくのかなと、あのシリカ。うん、思いました。うん。ご存知の方、シリカで、病気予防、うどんこ出ない。うん、なんか昔聞いたことあるような、まあ、うろ覚えですけど、それから、婦人田洋子さんですね。とりあえず地球にいます。拉致られてないんですね。まあ、スマホが、まあ、電波届かないか。拉致られちゃったら。多分ダメでしょうからね。よかったです。時間ができたので、神様の集まっている出雲大社へ。出雲大社って言っちゃいましたね。はい。家内安全。そして、ここですね。YouTube のこの板。シャタ2号の。農業仲間との農業に関する良いご縁がありますようにとお願いしました。ありがとうございます。我ながら、GJ! グッジョーですね。GJ! ありがとうございます。本当ありがとうございます。それが、ゆきおうさんですね。久保田の農機具店仕様とコメリ仕様では、あ、値段変わんないですね、そんなに。コメリは、型番の最後に、-HC、コメリがつきますと。HC はコメリじゃないか。なるほどね。それから、初子さんですね。三温糖混ぜた。正解です。たかこさんですね。ピオさん、塚原さんのところに行きましたか。はい。ピオーコケー虫お亡くなりになっているみたいですね。見えますね。結構でも生きてるのもいました。今日は見たんですけど。ちっちゃいやつとか。やっぱお亡くなりになってる。やっぱなんか表面ベタベタしてるんで、汁吸ってるのかなって。もっと見たいですけどね。結構アザミウマって裏見ると、葉っぱの、結構そこの汁吸って色が抜けてて、そこにちっちゃい幼虫系が多いですね。ちっちゃいやつ。卵見えないんで、あれなんですけど、そう、厄介ですね。早く、強烈な農薬は使いたいですね。これからが楽しみです。本当ですね。まあ、次、まあ、近々薬散するんで、はい。もう、それまでに、だいぶ減ってくれれば。結構、天敵が最近全然見られないんですよ。アザミウマとコナジマばっかり目に入っちゃって。あの、葉っぱ見て、あ、アザミウマいるな、その近くに天敵がいてくれれば一安心なんですけど、大体いないんですよね。
アザミウマのいる葉っぱに天敵が。それからもう一つ高岡さんですね、砂糖を積んでゴーマダラ早く治るというですね、マダラ治んないです。感染したらもう抜くしかないんです。そして媒介しているアザミウマを全滅させると、それしかないです。そうピオさん、卵を産んで6月ですね、去年の。でもさ、あの頃からやっぱちょっと栄養不足で表面がなんかガサガサしちゃってて、すごい産むのに時間かかってたんですよね。ちょっと辛そうだった。そう。うん。はい、以上ですかね。はい、じゃあちょっと、ミッチーさんのスイートコーン書きます。はい。一回閉めてから。最初はピッコピッコ、じゃんけん、パーじゃ、また皆さん今日は本当にお疲れ様でした。また明日も見てくださいね。ピオさんこっちですよ。ちょっと剣が薄いんですけど合ってますかね、ミッチーさん。男性の方でよかったでしょうか。そこ聞いてなかったですね、スイートコーン。まあ STMT さんはどこか聞いてないんで適当にど真ん中なんですけど、はい、だいたいここのこの辺かなと思って、はい、どうでしょうか。そしてこれのりゆきさんから一緒に送っていただいたステッカー、もったいなくて貼ってないですけど、とりあえず地図のここにつけてみました。